はい、えー、皆さんこんにちは。はい、えっ、ー、と、二千十九年度向けのですね、あと百四十日の過ごし方、えー、ただいまより開始いたします。えー、担当はレクセンニ講師の横溝です。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、まあ今年でね、あの十周年ってまああんまり皆さんには関係ないかもしれませんけれど、あのレジュメのですね、本日お配りしているレジュメですが。 えとあと140日の過ごし方というので少し薄めのものとそれから論点項目表というので。 えー、2種類あるかと思いますけれどあの薄めのもののです、ね、最初ページをめくっていただくとそちらの方に、えー、あと140日の過ごし方があの10周年だということがあの書いてありますね、まあ、10年間ずっと参加している人はいないのであ,のあんまりそんなに皆さんにとってありがたみはないかもしれませんけれどとということですあとそうです、ねあの、これ現在、えー、全国中継しておりますので。 あのちょうど6月18日ですかねあの山形県とか新潟県とかあそちらの方のでも勉強されている方はたくさんいらっしゃいますのであの大きなあ地震に見舞われたということもありましてあのなかなか日常生活が、ね、こう元に戻るまでには少し時間がかかるかもしれませんけれど、まあ、落ち着いた頃にこれ YouTube で見てもらえればなっていうそういう話になりますかね。あの昨年は えー、6月18日は大阪で大きな地震がありましてやっぱり去年のあと140日の過ごし方のオープニングでも同じような話をするようなことになってしまったんですけれど、うん、なかなかやはりあの日本は自然災害が多い国だったりはしますのでいつどこで何が起こるかわからないっていう意味ではあの、ね、勉強できる時間を十分に活用してあの今できる時にしっかりやっておくっていうのはとても大事なのかなとは思います。 さて、えー、では、ですね今回、えー、そちらのまず薄い方のレジュメですかあそちらの方を開けていただきまして、まあ、最初のところはまあ先ほども言ったように表紙みたいな話なんでいいですが2ページ、ですねそちらをご覧ください。<laughs> まあ毎年そうなんですけれど特定、あのー、目標の確認というようなものをやっております。 あのやはり昨年の試験なんかもそうなんですけどねあの記述のところの添削などにですねやややはり うん、ブレが見られるようなところがありますしもともと人間が採点するところってことで考えると絶対これだけ点取ろうと思ってもその通りいくかどうかっていうのはやはり分からない部分がどうしても残りますよね。あの最大の記述対策は何かといったらもう択一で点を取ることですから択一でしっかり点を取れる体制はまず固めておかなければいけないもうその人間のあれに左右されないコンピューターで採点できるところできちんと得点を取っておくというのはとても大事になります。 まその意味で記述以外のところの目標得点なんですがえ下の方の目標正解数とか最近の試験問題のレベルなんかを考えて設定する点数ちょっと例年と若干違うかもしれませんけど162点という点数で設定しておきます。あとととはははは記述のこころがやはりこれは目標値としては まあ、三十点以上ということになりますか。目標値としては、三十点以上ということですね。あの、本当理想は三十六点なんですけど。一問。 12点,平12点平均で36点というのがまあ理想っちゃ理想なんだけどなかなかそうはいかないし昨年の試験の合格者を見てても平均してやっぱり30点ぐらいは取ってるかな20点台後半でも合格してる方は結構いらっしゃいますしもちろん60点満点取ってる方も いいらっしゃいましゃまただからだいぶ幅があるっちゃ幅があるんだけれどやはり、えー、現実的に取れる点数でというふうに考えるとこの30点以上というのをちょっと目指していくということがあ一つ記述の問題の目標値ということになりますかね。で択一のところなんだけど下を見ていただくとですねはい目標とする正解数というようなものを上げておきました。 やはりあの一番重視してほしいのがこちらですね憲法のところでしっかりやはり基礎法学と含めて4問以上の正解はしっかりと確保していっていただきたいということになるんだという話ですねそれから民法がだいたい6問ぐらいを目標行政法16この辺は例年と変わってません。 えー、商法、会社法、まあ、目標なんで2にしておきますか、1問でもいいと思うけどね、他種選択が空欄数で9つ、えー、一般知識は8問以上と、他、あのー、種選択以外は正解数ね、問題の数で、えー、計算してますので、かける4点という、そういうような設定になると思ってください、択一は4点なんで、他種選択はあ、まあ、空欄9つですから、かける2で18点。 以上とということになりますかねやはり合否を分けてくるのはこの辺ですね憲法とそれから他種選択のところが結構合否を分けるというような設定になると思っていただくといいかと思いますまああとはやはり行政法の取りこぼしがないようにするここかな。 あの全体の注意点としては行政法の取りこぼしがないようにするやっぱりここが12問13問にとどまってくると非常に苦しくなります非常に苦しくなるのでやはりまあ16問目標で実際15問ぐらいっていうのがいいところかもしれませんがそのぐらいは1つの目標にしてくださいそれ目指した勉強をしていかないといけないんだということになりますが、まあ、裏返せばねあの19問出るわけだからだいたい書けましたこの辺。 19問出るわけですからあそれを考えると,うんと3つから4つは落とせるよってそういう話になりますのであのどこを正解するかというよりはどこを間違えていくかみたいな発想で勉強してもらってもいいかもしれませんけれど、まあ、あのいずれにしてもこのあたりが目標の正解数だということになりますかねはいそして3ページの方に行きましょう。<laughs> はい。えっ、ー、と、本試験までの工程表というような話なんですが、あの、基本的に3つのタームに分けて考えるというような設定の仕方をしていきます。今回は最終調整期が、まあ、10日間ぐらいですか。11月10日が本試験。 になりますので,、ねであのー、その最終調整期というのが最後の10日ぐらい11月に入ってからあその前にローラー学習期ってこれが1か月ちょっとでその前のここが90日間ですねこれたまたま去年と一緒なんですけどここの90日間というのがこれが <laughs>、えー、基礎知識習得期と言われるようなまずここで勝負を しっかり1回つけるっていうために必要な時間になりますね大体、まあ、いい1日の平均勉強時間3時間と考えて頂い,いたら270ですかね270時間というのが1つう勉強するのにまあ確保できているといいなという時間です。 もっと取れる方はもっと取っていただいてもちろんいいわけなんだけれどできる限り1日3時間ぐらいは取っていきたいというそういうようなイメージにはなりますか毎日ぴったり3時間じゃなくていいからねあの1週間で見たときにあの平均して3時間ぐらいになるような形で勉強時間が取れるようにちょっと工夫してみようという発想なんですね。でここの基礎知識習得期も上下2つに分けています。まあ、それぞれぞ あのまた、科目ごとの話をする時にということになりますけれど、まあ、基本的にこれ2つに分けて前半の方がどちらかというと本当にまだ勉強が終わってないような科目などの勉強もしっかりやっていくような時期ということになりますかね少なくとも県民業の3科目についてしっかりインプットを一通り終わらせることをまず最優先にする。 まあもちろんあのここで終わらなくてもいいですからなるべくそこまでにきちんと終わるように最優先で考えるという時期ですか後半の方は少しそこに問題演習も加えていくというようなあまあ工夫をしていかなければいけないものということになりますねあのー、この辺りの時期で注意しとかなければいけない勉強のその心がけのポイントいくつかあります一つはね あのね、よくこういうインプットの時期の時に、えー、今月は民法をやるみたいな話であのひたすら民法だけ1ヶ月間ぐる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 やるような勉強の仕方をする方っていうのは結構いらっしゃいます、まあ、行政法にしても憲法にしても一緒ですねなんかある時期にある科目だけガーッと集中して勉強するこれね集中学習っていうのは <laughs> ダメですだめ。ダメ あのー、今年の11月の10日で合格したいと考えるんであれば必ずここはいくつかの科目を必ず同時進行させるっていうこの伏線化って言われるようなあ学習のスタイルは取らないといけないかな。まあ、そういうい意味では <laughs> あのインプットを中心にやっているその今初めて勉強している科目がある場合はそれがどうしても比重多くなるのはしょうがないけれどすでにやった科目の復習であるとかあの何本かを1週間の中で曜日で割り振って勉強計画を立てていくっていうようなイメージが一番望ましいと思ってください。憲法月曜日は憲法をやるとかで火曜、水曜、木曜金曜あたりは今勉強している行政法をしっかりやるとかだけど土曜日は以前やった民法の復習 復習にてるとかあの曜日で割り振った方がおそらく特に働いてる方が多いこの行政書士試験の受験生の方の場合ねお仕事していたり何か別のことやってるっていう場合は曜日で割り振るとすごくすっきり計画が立てやすいのかなというところではあるんですね。そしてあの基礎知識習得期のところなんだけど、まあ こことここそれぞれ、うんと途中でやはりですね。勉強の進度の課題の発見というのはすごく必要です。で、まあまあ、なんか最近のね、その。脳科学から来る。 効率的な勉強法とか、なんかいろんなものがまた発表されていたりはします。けれど、あの1つさっきのこの伏線化っていうような話も、実はその脳科学的に非常にいいものだと言われているんだそうです。1個のものを集中して勉強するよりはいくつか切り替えながら勉強していくっていうやり方を。まあ、実際専門家の方の言い方は伏線化ではないです。伏線化っていうのは多分10年ぐらい前に私が作った言葉なので、あの専門家の方と何か違う言い方はしてましたが、まあ同じような。 そ,うですね、それからもう一つは、えー、と知識を一度インプットしたものに関してはやはりこういう勉強法の仕方かな。か、は、な、い、セルフクエスチョンというふうに呼んでいきますが。 こう勉強したことがきちんと定着できてるかどうかっていうのを見ていく時には自自分で自分でに問いいかけをするっていうことは非常に大事ですこれは後で具体的にこういうものを使ったらいいですよっていう話を科目ごとにしていきますけれどまず全体像としてねこのセルフクエスチョンっていうのをしっかりやっていく学んだことを復習する時にただテキストを何回も読むっていうのはこれはあの極めて意味がない。 学習なんですすね非常に効率が悪いと言われてますもちろん意味はあの何かしらはあるかもしれないけれどやはり11月の10日の段階で合格したいっていうところまで持っていくってことを考えると効率はあんまり良くないかなあのテキストを何度も読むのではなくてちゃんと分かってるかどうかの確認を入れながらやっていくそのためにはやはりきちんと質問をこう間に挟んでいくっていうのはものすごく大事なことだと言われてるんですね。 この辺りはローラー学習機っていうところに行った時にはさらに強く求められますここ要は1の反復ってそういうイメージになりますので1の反復って話になってきますのでこの反復をする時にもやはりここにこうぶつけるっていうそういうイメージですね。あの学習する時に ただあ丸暗記をしようと思って繰り返しなんかあの言葉を一生懸命書くとかそういったような学習をするよりはちゃんと分かってるかなっていうのをこう質問を通して確認していくっていうのがものすごく大事なんだということはちょっとおまず時期をこうやって分けてお話をしていきますけどやることはそんなにだからそれぞれの時期で変わらないのよ。 変わらなくてその合格に必要な知識をきちんと身につけるっていうのを段階を踏んでやっていくってうそういうイメージだと思っていただくといいかと思いますはいそれではそのまま3ページの下に行きましょうかねはい憲法から具体的な話をしていきましょう大体憲法が あ基礎知識習得期でさっき270時間あると言いましたからそこでかけてほしい時間はあんまり取れないかと思うから270時間のうちの45時間ぐらいがやはり基礎知識習得期まあワンツーって感じで分けてしまって分けずにまとめてしまってますけれど合算すればそのぐらいですね。えー、45時間ぐらいが やはりきちんと確保できてるといいよということになるんでしょうあの憲法の場合は分野が2つに分かれますね人権と統治とねだからこの基礎知識習得期のあたりではやっぱり人権中心というか判例知識の習得を中心にされていくといいんじゃないかなっていう話ではありますねあの今回 <laughs> 論点項目表ってせっかくそういうので、えー、出してるので まあ具体的にこのあたりのテーマをぜひというのを紹介しておきたいと思います。まあ、本試験で出てるようなところを除けばという話なんですけれどあのまず人権だからこっちか。 1>, えと1ページの左右側ですか、そちらに人権の話が出てきてますね、最優先の項目をいくつか挙げておきますが、1つがまずこの辺かな。 法人の人権共有主体制、保障の限界ってこのあたりですね、これあの、南九州税理士会事件ですね、南九州税理士会事件などあの、2017年の段階では八幡製鉄事件が出てきているので、南九州税理士会事件のところは、やはり注意が必要だあの、判例学習する際に優先項目、いくつかね、知っておくといいです、あのこうやってつけたら最優先ね。<laughs> それから 外国人の人権共有主体制ちょっと上行ってここはこんな感じにしておきますあの、まあ、優先順位がそれよりはやや下がるけどでもしっかり見とこうってそういうような分野だと思ってくださいあのこのあたり外国人の人権共有主体性も政治活動の自由が2017年に出てます出てますがそれ以外は出てませんので まあその意味ではあの出てくるなら一問丸々出てくるような分野でもありますからしっかり見ておくべきだってそういう話になるんでしょうはい公務員 <laughs> 下行きます公務員です労働基本権えっ、ー、とここ2年連続で目黒事件出てるんですねだからあの政治活動の自由の方は うーんと一昨年が択一去年多種選択で出てますので、そうすると1回ちょっとお,お休みになる可能性は高いかなと思います。まあ、行政法の方で出てくるかもしれないけど。 でそれ考えると労働基本権はしっかり見ておくべきですあの全農林軽食法事件とかあの辺かなあの辺のあたりの話はやはりこの90日間の中でどういうような話だったのかあ公務員に労働基本権保障されてるのかどうかとかあそのあたりから始まってどういう理由で制約されていくのかというところまできちんと自分の頭で再現できるようにはしておきましょう。詩人間は これは今年はちょっとうん重要度からすると下がるね去年結構出てますからねそして、はい、その下こちらです、はい、幸福追求権中でも新しい人権の具体例というようなここの判例知識はやはり時間がある今の段階でしっかり確認しておくべきだということになるかと思いますこの辺ね、えー、裏のページの方に行って次のページに行っていただいてね カッコ4番の個人に関する情報乱りにてこの辺りのところは2016年に出題が見られましたがそれ以外は出てないのであの重機ネットの話とかが出てますけれどそれ以外は出てないのでやはり重要度は高いそれから法の下の平等でしょうねこれも。 まあ、スーパー A ランクという言い方はしときますがこうやって線がついてるやつは、ね、スーパー A ランク論点というふうに言えるかもしれませんあの法の下の平等の判例のところでも特にこれ、ね、議員定数配分の不均衡などは重要度は特に高いです、特に高いってそういう話です <laughs>、はい。精神的自由にいきますが 思想良心の自由そろそろ来てもいいんじゃないかと思います基本判例はきちんと確認です特にこの辺ね「君が代国旗国家訴訟関係」のところは重要度が非常に高いなそういう話になるかと思いますまあ信教の自由はそれに比べるとやや重要度は下がるかもしれませんが目は通しといてほしい学問の自由はいいかな去年出てるからね それから、はい、精神的自由のところでは表現の自由これはしっかり見ておくべきです。表現の自由の内容はこれどこと言わずに全て関連する判例ちょうどここの目次のところに 学んでる判例の内容をちゃんと紐付けてそれぞれのテーマでどんな判例があったかなっていうのをしっかりあの頭の中で整理できるようにしとくだから空いてる時間にちょっと目次を眺めてそうこの論点ではこんな判例があってこういうことが問題になったよなってどこまで思い出せるかなっていうようなチャレンジは時々する必要があるのかなと思います。はい、経済的自自由由ののとこころでは久ししぶりに職業選択の自由これを挙げておきましょう、あのー、もうもね 言語がいろいろ変わっちゃいましたから昭和なんて言うとなんか原始時代みたいな感じがしますけどあのその昭和の時代の判例ね既成目的二分論と言われるようなものですよこの辺りはやはり重要度は非常に高いというふうに思っておいていただくといいでしょうねはいそれからそこまでじゃないけど、まあ、この辺も確認しとこうっていうのが適正手続きの保障 そして賛成権は去年出ましたね。賛成権は昨年出てるし、それから生存権も去年出てるんですね。そう考えるとやはりここです。労働基本権です。この辺です。あの先ほどの全農林軽食法事件はここにここに合体して出される可能性がありますので、あの今回 はいえー、と基礎知識習得期って言われるようなこの90日間で特にこの辺りを優先順位高くしてその基本的な判例の知識っていうものをしっかり確認するっていうような時間を45時間ぐらいでいいから取ってほしいな でやはりそれもできれば何か一問一答の問題であるとかそういうもので何が問われるんだろうまで意識して勉強するというのはすごく大事ですただテキストの判例を読んで、まあ、確かに事案と争点と半死というのは大事だと。 いうのは、ね、あ,のあちこちでゆったりはするんですけれどその事案と争点と半死が大事だという話は、まあ、もちろんするんですけれどねただやはりいざ勉強するってなった時には、まあ、ここで、えー、判例知識の整理とは言ってますけれどできる限りここはあの問題演習を 問題演習を忘れないようにしようねっていうのは、あ一つ、あのー、ね、頭の中に留めておいてください。<laughs> まああのー 以前ゴールデンウィークにあった「発展アップ道場判例編」って受けた方は、まあ、その中に出てくる「一問一答の問題集」とかああいうのを使っていくとすごくいいよレックで合格講座とか受けてる方は「復習ドリル」とかああいうのを使ってあのやはりどう問われるのか本試験の問題でもいいですけれどそういうものを使って確認するというところまでしっかりやっておいてほしいなそれからローラー学習期に入ってくるとこれ9月以降ですけれどやはり今度は。 当地の条文知識問題でしょうねこの条文に関してはローラー学習機で十分ですのでそこからしっかり見るようにしておいてください国会内閣裁判所財政ぐらいは本試験でどう問われててそれをどう、ね、問われているところがどこだから条文のどこを把握しとかなきゃいけないのかちょうどここの条文の勉強の仕方は行政手続き法の勉強の仕方と似てますね。 <laughs> 行政手続法と対策が似ているということになりますか。<laughs> 行政手続き法も結局過去の問題でどんなものが出ていて、えー、それが条文のどこをいじってきててだからこの条文のこの部分が大事なんだっていうのを逐一頭の中に入れていくっていうのが一番効率のいい勉強法なんですけれどあの憲法の統治の条文も 同じような学習が非常に有効だここはあの本試験問題でまず何がどう問われているかっていうのを一個一個丁寧に、えー、確認していくってところから出発するっていうのがやはり大事になるのかなとは思います。あとはね最終調整機でそれをしっかり確認していくまあもちろんこれ条文だけじゃなくて判例もそうでしょうけれどそこをしっかり確認していくあの最終調整機っていうのはできればこのローラー学習機って言われるところで 自分の課題を発見して最終的なこの最終調整期で最後に見たいものを選別していくってこれどの科目もそうなんだけどこのローラー学習期ってとこで一番で勉強したことをなるべく何度も見るようにしてその中で自分の本当に最後確認したい弱点にあたるところを模擬試験だとかいろいろな問題を解くことでく発見していってそれを三番で最後に全部確認するだから少し問題点の抽出みたいなものっていうのかな。最後の 最終調整機でやるべきことを選び出すのがローラー学習機のとても大事なポイントだというふうに思っておいていただいたらいいかなということもちょっとね付け添えておきましょうか、はい、では次です、A、4ページ民法の工程表ですまあかける時間ということで言うのであれば 先ほどの基礎知識習得期で、えー、270時間のうちの100時間ぐらいはここにかけてほしいということになりますか。 100時間ぐらいはなんとかかけて、えー、しっかり勉強ができるようになってるといいかなやっぱりここの基礎知識習得期のメインの学習素材は民法と行政法ですからそこをしっかり形にするっていうのがとても大事になってくると思ってくださいあのやはり全体のインプットの優先と問題演習というような話にしてありますけれどあの <laughs> 一度勉強が終わったんであればね一通り民法の授業を受けたとか一通り民法のその分野の勉強が終わったというのであればいざじゃあ問題演習やりましょうとかね見直しをしていきましょうって話になる時にはあの早速かららやるいいいいう形は取らない方がいいですどうせあの出題される量とかその辺で考えたら債権の方が圧倒的に多いですし債権分野の内容を確認する。 前提で総則の知識を使う場合が出てきますので時効とかね結局債権分野の中にいろいろ個別の時効の規定が出てくるところのそのベースになるのが総則で勉強した時効だって話になるんであればやはりこの辺りは早速の分野を優先に総則じゃない債権の分野ね債権の分野を優先にということになりますか ここを優先にやっていこうっていうような話だったりします。まあ、あの、パワーアップ演習講座とか利用していただけるんであれば、まあ、そういう構成にはしてありますので、再建分野から見ていくということにはなるんでしょう。あの、民法はさすがに論点が多いから、 あこのあたりでどこを、ね、より重点置くべきなのかというのはせっかくまた論点項目標ありますからその中で、えー、民法に関しては同じように、ねえー、このあたりが重要なテーマだというのを2段階に分けてスーパー A ランクと A ランクでお話をまたしておきたいと思いますね。<laughs> さてでは、まあ 債権が大事だって言ったけどこれ一応テキストの目次を持ってきてるから総則から持ってますので総則から行きますねお前言ってること違うじゃないかとか思ってるかもしれませんけど、まあ、諸事情いろいろありますのであのそこは総則から行きたいと思いますけどえっ、ー、とまああの昨年出てる出てないは別にしてですねやはりこの辺り 権利能力、意思能力のあたりは、まあ、色をベタっとはつけないからスーパーはつかないけど A ランクの論点であることは間違いないです、まあ、あ2020年で、ねえー、民法改正されれば意思能力のあたりも、まあ、条文化されたりとかいろいろ出てくるところではあるので、まあ、久しぶりに出てきてもいい去年見てると択一で未成年者が出ていてあとは成年非後継人この辺は出てるんですね。だからあえてこっち 非被佐人、非補助人のところはしっかり確認しとこうよっていうそういうような話になるということにしときましょうか。去年は記述の問題でこれも出てるんですね。上に来て相手方の再国権というのはあ昨年記述の問題で出ております。だからまあまああのあくまでも非被佐人、非補助人を中心にそこが未成年者、成年非公衆人とどう違うかなっていうあたりはきちんと確認しておくべきだと。 いうことになるんでしょうそれからちょっと下の方に行きますけどこのページだとそうね権利能力なき者団が2017年に出ていたりとかしてますがそうだ1個飛ばした失踪宣告ははせっかかくくだから1回目は通しと,くといいですあの総合問題の中に出てくる可能性はあるのでということですかね去年も公助両続違反で1問というのがありましたから。 この下の方に来るとこの公助領属違反で一問というのが昨年はあったので、まあ、そういう意味でも少しマイナーな論点だけどお失踪宣告のところはちゃんと見といてほしいなはい先にいきましょう意思表示のあたりでは心理留保意外と忘れてる人が多いのでこの辺は今の段階でしっかり見ときたいあの去年累推適用が選択肢1個出ちゃってるのでまあ こっちをこうね、えー、線だけつけときます通報虚偽表示ですか94条2項累適用は久しぶりに昨年本試験出てますねそれから錯誤錯誤です錯誤は2017年に択一出てるのでうーんもし出るとしたら場合によっては記述とかそっちの方を想定していただいてもいいんじゃないかなと思います要件それから動機の錯誤特に動機の錯誤のあたりや それから「錯誤の効果」のあたりというのはやはり重要度が高いテーマになるかなそれから詐欺・脅迫はもう当然ねここは、はい、詐欺・脅迫は両方とも重要論点ということにしておきましょうねはいさらには代理権の存在って下の方にありますか 自己契約とかねその辺りの話が入ってくるのがこの代理権の存在ちょっと右の上の方に行きますけど3番で自己契約双方代理などが出てきてますねこの辺ね無権代理とドッキングできるから無権代理の問題の中に出てきても悪くはないと思いますはい下の方行って代理行為のところだとえっ、ー、とこれだ代理権の乱用代理行為の過失この辺ですね 代理だったら、こういうところをちょっと注意しながら勉強しとくといい。まあ、副代理はやや落ちるかな。だけど、重要ですね。あとは。 無権代理表権代理、理表は言うまででもないですここはあの10年間で見てても無権代理はものすごくよく試験出てますからねこれをやらずに代理勉強したとは言えないってそういう話になると思いますあの昨年無権代理と相続がまた出てるので無権代理と相続以外の基本的な無権代理のところの方がより重要度は高いと思っていただくといいと思いますね。表権代理押しときます もう3年ぐらい押してるけどなかなか出してくれないんだけどそろそろ出てきてもいいんじゃないかってそういう気もしますからあのやっぱり、表権代理と無権代理の違いみたいなものは重要だということになりますか、はい、それから無効と取り消しなら取り消しのところは制限行為能力詐欺とも絡むから当然しっかり見といてほしいあの法定追認とか取り消し権の期間制限とかこの辺はやっぱり重要度は高いと思います。 追認できる時から5年とかから年さ、そういうよういよな話ね。それから条件期限は去年出たからもう出ないだろうここは。えー、いいかなと思うけど時効のところはうんまあ心配だから遠洋はちゃんと遠洋検査とか確認しといてほしいしそれからこれですね時効の中断 <laughs> まあいろんな考え方があるけど2 0 0 0年 20年で時効の中断って言葉はなくなります。 2020年の民法改正で時効の中断って言葉はなくなります制度があの同じような話なんだけど少し整理統合して使う言葉を変えて、えー、論点を整理し直して条文を整理し直すって形になってますので、まあ、そういう意味ではあの時効の中断、えー、時効の延用が2016年に1問丸々出てますけど時効の中断しばらく出題がないっていうのもあるのであのやはり時効中断自由どんなものがあったかとかさ 時効中断はあの保障とかいろんな地域圏とか別のテーマとも絡んでくるので定当権のところとか総合問題で出せるっていう強みを持ってますからやはり重要度は高いよねってことになると思う。取得事項は17年に出てるのとなると今度。 まあより注意しとくべきなのは消滅事項でしょうね消滅事項の方はしばらく出題が見られませんあの取得事項は2017年に問題2つにわたって出してきているので、まあ、その意味では消滅事項の方がより重要かなって話ですねはい物件 うん、ざーっと見てってそうね出題状況であれば物件的請求権ここ2年連続出てます物件的請求権17年18年連続の出題不動産物件変動のあたりは昨年選択肢1個だけ出たけど一応見ておいてほしいなっていうのが不動産物件変動のあたりの話です <laughs> 四角2番のとこねそれからこの辺はもう本当に基本知識だから あのスーパー A ランクとか A ランクって言わなくてもちゃんと分かってなきゃいけないけど応用範囲が広いって意味では解除と登記あの解除の問題の方に出てくる可能性が結構あるのかなというところです。もちろん取得事項と登記や取得事項と登記それから相続と登記ですねあの相続と登記のところ共同相続の話は昨年選択肢単位で出てます。 ただあの遺産分割と登記とか相続放棄と登記とかこの辺りは取材は見られていませんので、まあ、出すなら最後出してもいいんじゃないかというので一応確認はし得くべきなのかなということです。はい、それから占有権最近この辺り出てきてますねあの上に行って、ね、この辺です。専有権の効力ってところ あの特にここで気をつけておいてほしいのは196条の費用償還請求の話はちゃんと勉強しとく、まあ、記述対策というなら占有訴権とか、ね、この辺も重要ですあの2017年に択一で占有回収の訴え出てきているので記述の問題に出てきてもいいかなというのは占有訴権この辺は要注意項目になるでしょう。 それからやはり所有あごめんなさいその前に即時取得ねこれはしっかり見といてほしいですあの原則的な即時取得だけじゃなくて盗、えー、品遺失物の特例まで含めて193条と194条のところの使い分けのポイントとかその辺まで含めてちゃんと学習しておいてほしいですあの誰から買ったのかによって適用条文変わるでしょ。 あの公の市場とかオークションで買った場合は194条だしそれからそうじゃない場合が193条だしっていうのであとはそれが盗難から盗難または逸失の時から2年間だとかさ。 どういう形で回復請求ができるのかとかその辺まで含めてあのしっかり見といてほしいですあとは推定される要件はどうだったかみたいなねあの平穏公然善意無過失のところが推定されるのはそこで取得事項と即時取得の対比をするということも大事になってくるだろうし、まあ、そもそも原始取得だっていうところから始まるような、うん、論点もいろいろあるだろうし。 改定だだっったたらどうかかとといろんなことが問われてるでしょやはり論点の宝庫でそろそろ出てきてもまたいいんじゃないかなっていうテーマの1個ですはい下一て同じなのは共有分割請求中心にね共有もスーパー A ランクっていうことにしておきたいと思いますそれから楊液物件の中では地域権もうここは変わらないね地域権は時効とも絡んでくるしそれから 輪関係の臨時通行権との連動みたいなものもあるでしょうしいろいろ出しようのあるテーマなのでしっかり見といてほしいなというのが大きいです、はい、それから担保物件の中だと、まあ、留置権は A ランク1回確認ね留置権それから先取り特権も右の方に行きますけど先取り特権ね先取り特権何気にここを2016年 2017年連続出てますからね、あの総合問題の中に出てくるのよ。何か事例を一個ぶ 動産のなんこう売買だみたいな事例を挙げといて、その中で選択肢の一番が先取り特権で、二番が同時履行の抗弁で、三番が留置権でみたいな問題が出てきてます実際に。だからあの一個の問題でドーンって出てくるってなると留置権は二千十五年が最初で最後ってことになってるけれど、先取り特権が二千七年かな、一般と動産は二千七年が最後です。二千十六年が不動産先取り特権なんですね。だから一問丸々ドカーンって出るっていうより。 は総合問題の選択肢の中に入ってくるっていうイメージが強いのでまあ、そちらに対応できるように要件であるとか先取り特権だったらどういうような種類があってとかあまあまそのあたり特に物上題まで含めて、えー、しっかり勉強しておくというのは大事になるだろうなと思います定等権今回は去年ここの効力などがいっぱい出たんですね これが大量に出てますので今回見るとしたらやはり優先順位が高いのはこっち利用権との調整特に法定地条件一括競売この辺は外せないね。 この辺は外せないかなというところがありますね。まああの担保物件に関しては低当権は一通りしっかり勉強はしておくべきなんだけど、中でもここっていうそういうようなイメージでしょう。それからもう一個低当期上げるならこっちかな。最後のページの低当権の消滅時効との関係でこのあたりも重要度は高いと思っていただくといいです。値低当権16年出てますし、譲渡担保は2017年に最後出題が見られてます。この辺は。 うん、まあ、ややランクは落ちるだろうということですね。やっと採検です。はい、採検分野 <laughs> うーんとまずはこの辺り特定物種類採検この辺は今の時期にしっかり見ておいてどういう違いがあるのか種類物種類採検が特定するってどういうことなのかその辺はやはり学習の際にとても重要です。それからはい二番債務不履行全般ここはあの外せない。 ここは外せな利償の,の責任であるとかあそれから履行地帯履行不能特にそのあたりでしょうねあとはあ過失総裁なんかは不法行為との比較なども含め論点の宝庫ですそれから受領地帯もね意外と落としがちですが受領地帯のところも目は通しといてほしいな責任財産の保全はどうかなちょっとランクは落とします。 ランクは落とししきましょうね同じなのは連帯債務もそうだねこの辺変わるんですよ変わるので2017年にまあラスト出題があったようなところですだからちょっと今年はどうかなというのはありますね。 あの責任財産の保全もそれがあって16年に出てきているんですねだから、この辺りは、まあ、一応、ただ重要論点ではあるので A ランクにはしとくけれどあのだいぶ落ちるかな、はい、そしてここは保証債務は全般的にしっかり見といてほしい苦手な方が多いのでこの保証債務のところそれから14ページ行って、えー、連帯保証特殊な保証この,辺ですこの辺りはやはり重要度は高いかなと思います。 債権、はい、上等、これ、17年に記述で出てますね、択一での出題の可能性は想定しておいていいだろうと思います。弁済のあたりは去年、結構出たのね、弁済は去年、結構出たので、まあ、それを考えると、総裁、そろそろ来てもいいかな、総裁、この辺はやはり、あの全体的にどういう論点があったか、しっかり見ておくべきということになるでしょうね。はい、それから 契約総論の方に行くとなるとお同時履行の抗弁、うん、同時履行の抗弁と抗公弁権と15ページいってね同時履行の公弁権とそれから少し下降りて契約の解除この辺りはもうレギュラー論点として把握しとかなきゃいけません、はい、契約各論贈与は去年記述に出てましたねまあ択一っていう意味では一応。 書面によらないが昨年の記述で出ております売買、はい、はやっぱりこれは重要なんですよ。で特にこの中だと手付けの交付手付けのあたりは注意しといた方がいいだろうと思うから今の段階でちゃんと勉強しといてね解約手付けの要件とかねそれから担保責任がやっぱり2020年で大きく変わるんですね大きく変わるっていうかなくなっちゃうのよ。 ななくなっちゃうっていう論点だったりはするんでここのところ集中的にバーッといろんな形で問われてきたんですで、一番、まあ、ここ3年だと担保権によってっていうのがこの括弧5番があの低等不動産の第三取得者 が抵当権実行で所有権を失った時に、えー、担保責任を追及するっていうのが記述の問題で特に言ってまあもちろん担保責任も大事なんだけど中でもこれかな全部他人物売買っていうのはうーんと。<laughs> いろんな形でアレンジして出せるので、あのー、私の中では重要度は高いかな担保責任全般ちゃんと見といてほしいんだけどただ出てくる確率としてより高いだろうなって、まあ、やってよかったなと思えるのが全部他人物売買のところはその可能性が高いかな、あのー、例えば無権代理と全部他人物売買はドッキングできるじゃないあの他人のものを「代理人です」って言ったら無権代理になるし代理権ないのにね。 A さんのものを B さんが A の代理人ですって勝手に名乗って売れば無限代理でしょあの ?B さんが「私売り主ですから」って言って A のものを売っちゃったら他人物売買になるでしょあの実はよく似たところのそののそ売り主さんの言い方一つで 無権代理になるか他人物売買になるるかっってて変わってくるんですよ他人物売買だって売った人に奇跡自由があるかないかで債務不履行にもなれば担保責任で追及できる場面も出てきたりするでしょいろんなところにドッキングできる意味では過去無権代理と他人物売買って問題2005年に出てるんですよ2005年に出てるところを考えてもまた出てきてもいいんじゃないかなっていうのがあります。まあ、そのあたりちょっと特に注意が必要賃貸借は外せないね 賃貸借は、えっ、ー、と、昨年は使用貸借との比較で出てきてますけれど、まあまあ、あの、賃貸借オリジナルの論点について聞かれる可能性は高いです。やっぱ契約累計ね、よく契約累計ビッグスリーって言い方をしてますが、それが贈与売買賃貸借,借であることは間違いないので。 ね、だからここのビッ g 3は今のこの基礎知識の習得期でしっかり勉強するっていうのはやはり重要だというふうに思って頂い,いたらいいかなということですはいそれからあとは請負い16ページ行って6番請負いそれから上の方行って委任この辺はねで委任をやったら っとしたいって事務管理ですね委任と事務管理はやはり比較する問題がここ10年で2回出てますのでやはりここは重要です組合はさすがに去年17年18年で連続で出てるのでちょっと今回さすがに1回外れるんじゃないかなとは思ってますけどねそれから、はいえー、不当利得の方まで来ますと17年に転用物訴権が出ておりますがやはり 不法原因給付を中心に見ておいてほしいかなそれから不法行為一般的不法行為は今年は本当に重要度は高いと思いますあの17年には出てますけれどそれでも重要度は高いのかな論点の方向ですからね、えー、特殊的不法行為の中では一押しはここですね土地工作物責任などですかこの辺りを中心に見ておいていただくといいあとは使用者責任とかね この辺がやはり、えー、要注意テーマということになってくるでしょう、はい、あとは親族、うん、親族までいくと婚姻、まあ、この辺はもう、えー、婚姻ですか去年婚姻の解消が出ておりますので、えー、婚姻そのものとそれから親子ね紳士と言われる親子関係です。 養子縁組まで含めて、えー、目を通しておいていただくといい、それから親権の方に行くと、財産管理、かっこ2番ですか、あ5番の親権の財産管理のあたり。 相続はどうかなもう全面的に改正されたものが7月に施行されてもうねなくなってる部分も含めてえ存在しちゃってるのでなかなか試験出しづらいかもしれませんけれど、まあ、そうは言っても大衆相続とか結核排除とかこの辺は見といた方がいいだろうなそれからあー共同相続の辺りとかねこの辺りも目を通しておいていただくといいのかなあとは相続の承認放棄。 ですね、こっち行ってね「相続の承認放棄」というあたりですか遺言は2017年出てますのでね一応あの改正法で施行されてるのが「 遺言の自筆証書遺言自,自筆証書遺言のところの、まあ、全部自筆じゃなくていいと財産目録とかはあーワープロとかコピーでもいいんだとその代わり、あのー、付け添えるです、ね、その財産目録には一枚一枚名前を手で書いて判子を押せってことだけ要求しているというのが今年の1月13日に施行はされているのだそれはもしかしたら選択肢1個単位で出るかもしれませんけれど、まあ、そんなもんかなということです。はいあのーまあ、民法に関して でね、とりあえず論点の紹介だけという感じになりましたがあのこの辺りがやはり1回勉強した後1回勉強した後に改めて見るって意味ではあ、ね、再建分野中心とは言いましたけれど他の分野も含めて1回もう1回見返す時により注意してみてほしいテーマが今 特にピンクでべたっと塗ったスーパー A ランクのテーマということですね次がピンクで線だけつけた A ランクテーマということになりますかその辺りを中心に見返してほしいそしてそこで見返した内容はやはり今回このわざわざ目次配ってるでしょうあのね ローラーラ学習期に入った時にやはり目次学習というのはしっかりやるべきだということになってきますこれはもうセルフクエスチョンだねあの実際にも6次の目次の論点を見た上でそこどんな話が問題になってたかなあのスーパー A ランクって指摘した,摘したところだけでも例えば代理権の乱用って見たらそれはどんな論点だったのかなとかさっき即時取得って言った時にいくつかテーマを挙げてお話ししたじゃない。ああいうのが ちゃんと出てくるるようにするっていうのはやはり一回勉強してそれを再建分野中心にきちんと何度か見直した後ローラー学習機で集中的にやってその自分の頭の中に実際どのくらい定着しているかっていうのはあのローラー学習機の38日間で 何回転かささせせてやっぱり定着させるというのは必要ですその時にただ単にテキストを読むよりは目次を見て頭で考えて引っ張り出すっていう勉強を中にきちんと入れ込むことがあの知識の定着っていう意味ではものすごく効果が高い短期間でやるんだったらそれが一番効果が高いです。 あの一生懸命ね要件をノートに何度も何度も書いてみたいなねあの小学生が漢字を覚えるような感じであの何度も何度も同じ漢字を書いたりするってあれは実際はほとんど意味がないってて言われてますあの何回書いても1回しか書かなかったとしても記憶の定着率はそんなに変わらないっていうのがデータであるらしいんですねだからちょっと自己満足に近いところが出てきちゃうので、まあ、やはりあの一番効果的な勉強法を選んでほしいなっていうんだったらこの目次の論点を見てそこでどんな テーマがあったのかを自分で引っ張り出すっていうのができるようにしてほしい。これがローラー学習期でやってほしい勉強です。でも当然出てこないものが多いと思うんだ。 出てこないものが出てきたらその分野のテキストのところを確認するっていうのをそれを反復させるのがやはり重要になってくるのかなと思います。あの記述問題も結構使える記述問題も結構使えるあの記述問題も今のこの目次学習と一緒で考えて答えを出すっていうプロセスがどうしても出てくるのでそれはなおかついろんな論点に横断した問題が出てくることが多いですから、まあ、そういう意味では記述問題を使って知識を整理する。 1>, あの1番のところでまず個別の論点についてまあ優先順位も決めながら問題演習も通しながらしっかり知識の定着を図っていったら2番のこのローラー学習機では少し横断的にそれが整理できるように目次学習や記述の問題を使った勉強をしていくっていうのが段階を踏まえたとても大事なものそしてそれらは模擬試験で弱点を分析するそういうようなステップを踏んでいくことになるんですよね <laughs>。 はいあのー、まあまああとはあ、ねえー、受ける方も多いかもしれませんが20点アップ道場などではもうちょっとあの予想論点的なものの整理をするようなあお話もできますのでそういうものも受けるんであればあ活用していただくといいでしょう、まあ、やはりこの中で最後まで例えば問題で何回やっても間違える問題であるとか最後にもう一回確認したいものっていうのを選び出してそれをこの最後の9日間で、えー チェックするっていうのが、やはり最終調整期って話になってきますかね。民法は論点が多い分野も広い。 で全体を全部まんべんなくやろうとするとそれはそれでなかなか大変なところはあるかもしれませんけれど今言ったステップを踏みながら一通り1回学習した後の勉強の仕方がとても大事になってくるのであのそこは今のお話をちょっと参考にしていただいてね、えー、それぞれの時期でやるべきことを分けていくっていう意識はあ持っておいていただいたらいいのかなと思います。<laughs> それから行行政政法法ですね行政法なんだけど 基本的には民法と似てるところがありますが決定的に違うのがね何かと言いますとあの山はかけるなという話です山はかけるなちょっとなんかおっさんくさい標語になりますけど山はかけるな手間はかけろそういう感じの話になりますね山はかけちゃダメあの山かけてここしかやらないみたいなことをやったら行政法の場合はまあそれでもう終わりですゲームオーバーです あのどこが出されてもきちんと答えられるようにもうそれこそべ遍なくちゃんと全体を勉強しておくってことがやはり19代も出るんだから択一で。 さらに多種選択も出て記述も出るんだからそれ山かけてたらもうそこで終わりますやってないところが出ちゃったっていうことがやはりないようにしたいっていうのがあの最も一番重要なメイン科目なのでそこはあの意識しておくべきなんじゃないかなあの勉強の仕方そのものは書いてあることがあんまり民法と変わってないでしょあの全体のインプットをやる。特にあのここだよね <laughs> 全体のインプットの中では最も重要なのがここです。過去問です。あの過去の問題でどんなものがどう問われているのかうん。過去10年だったら190問の卓一の問題があるわけで、えー、そこに多肢選択の問題が20問、記述の問題が10問あるでしょ。そこで何が問われているかってこの過去問はあの卓一だけじゃないです。卓一だけじゃなくて、えー、多肢選択と 記述ね <laughs> 行政法に関してはこの3つが当然有機的にこう結びついて例えば択一で出たものが2年後ぐらいに記述に出てくるとか多種選択で問われたテーマがその空欄補充の場所になってたものが今度は択一の方で問われてくるとか。 あのものすごく有機的に関連しているところがありますからだから3つとととももしっかり確認すするいうのはとても大事ですここで何がどう問われてたのかをしっかり見てそれを <laughs> 条文であるとかテキストであるとかで確認するあの「どこが大事ですか?」「条文どうやって勉強したらいいですか?」「本試験でどう問われてどう加工されてるかを確認する」っていうのがでその加工されてくるところが条文の中で大事なんだっていう。 そういった逆転の発想で勉強していくっていうのは一通り勉強が終わったあとね一通り勉強が終わった後のところでは非常に重要になりますそこをちょっと意識を持ってておいい。ください意外とね歌詞選択や記述まで見てない人が多いのであのすごくもったいないですもったいないのでそこまでしっかり目は通しておいてほしいぞということなんですね。もちろん、<laughs> 学んだことは問題演習で確認するというのであれば、まあこういったベーシック演習道場など利用していただいてもいいと思うし、それから目次学習は、あの、今回行政法の目次も19ページ以下で論点表としてつけてあります。つけてありますので、 まあこのあたりもテーマを見てそこにどんな論点があったのかどんな判例だったのかそれをしっかり思い出すような勉強というのはローラー学習期のところではあのやっていただくといいんじゃないかな例えば今日は行政法総論についてまず思い出しをしてみようみたいなのを勉強の最初のオープニングの10分ぐらいでちょっとやってみるとでそこでどういう論点が自分の中で抜け落ちてたかなっていうようなところを 確認していくっていうのを日々のルーティンワークみたいな感じで月曜日は総論火曜日は手続き法とか水曜日は不服審査法とかって感じでその勉強を始める時のねオープニングの10分をこの目次学習に当てるっていうのも行政法の場合はローラーラ学習期だったらものすすごく意味があると思いますあのなかなかすぐテキスト開いても勉強がね始まらなくてさついなんか「うんなんでピンクなんだろう」みたいなねあのことを言い出したりする場合もあるかもしれないじゃない。 ね、なんかついついちょっとこうペンとかくるくる回してみたりとか。 あなんかその辺の猫と遊んでみたりとか、ね、猫飼ってる人はねその辺の猫と遊んでみたりとかさなんか猫のせいにしてしまってなんかち,ょちょっと勉強中断したりとかそういうのもまあ,あったりはすると思うので、あのー、オープニングでまずこう導入部分のところ頭を使うっていう意味ではこういったあの目次学習でどんな論点があったかなを思い出すっていうのをちょっと集中的に10分ぐらいガッとやってからあ実際その日やるべき勉強に移っていくっていうのはとても効果があるんじゃないかなと思いますよ。 はい、あの行政法に関してはそんな感じただ、ね、自治法だけはちょっと優先的に見といてほしいテーマがやっぱりありますので自治法のところだけちょっと論点を、ね、先ほどの民法のように上げてみたいと思います、えー、っと論点項目表の27ページが自治法です、はい、地方自治法の場合まず大事なのは目的です。 まあこれは何でもそうでですすね目的は大事ですそれから昨年は特別区のところが結構出てるんですねだからその意味では、はい、種類に関しては普通地方公共団体は外せないかな中でもこの指定都市中核市の辺りね 行政区と特別区は何が違いますかとかさあの辺の話ですねそれから特、まあ、特別別区区がが去年年出出たのね昨年特別区が出てます地方公共団体の事務っていうのも昨年出てるんだけどまあそうは言っても自治事務と法定受託事務ここの違いはちゃんと見ておくべきですあのねここの論点の辺りは3年連続出てるのよ。 16、17、18ってこの事務のところから出題されてます。それだけ注目度が高いテーマなんで、きちんと見ておくべきです。あとね、自治事務と法定住宅事務で扱いが違うもの同じものいろいろあるんですよ。あの多分条例制定権だったら自治事務も法定住宅事務も対象になるとか、あ監査だったらそれぞれ原則対象になるとか。 あの議会の議決事件を追加するときには自治事務は自由にできるけど法定受託事務はできないものがあるとかあのそれぞれいろいろとこう扱いが同じだったり違ってたりっていうのを聞いてくる問題はやっぱりよく出ますだからこの自治事務法定受託事務これの前身だった機関委任事務とかねそのあたりまで含めてこの論点って意外と地味なようで大事ですしっかり見といてほしいんです。自治事務は定義も出るからね 自治事務は定義の問題も出てきます法定受託事務以外のものっていうなんかそういうあのしょうもない定義だけど法定受託事務以外のものって定義も出ますから、まあ、その辺も含めてしっかり見ておくといいのかな。<laughs> 町村総会は出るぞって言って一昨年出ちゃったからねまあその辺は議会のところなんかはあれなんですけれどえっとそうだ一気にジャンプして28ページ。 扱い小さいけど大事っていうのがこれです、はい、28ページの議会と町の関係ここも重要度は高いですね重要度は高いあのしっかり中どんなものがあったのかな歳議と不信任議決と専決処分ってこの3つはきちんと見ておくべきでしょう、はい、それから 右のページ行って直接請求ね昨年も出てますが直接請求って面白いのはこの2つしか本試験で最近出てないのね条例の制定開廃請求と事務監査請求しかあ最近ここ10年出てないんですよ。それより前にいくと他も出てるんだけどここ10年で見るとこの2つしか出てないだまずこの2つはあマストでしっかり。 確認しておくべきだって話になるんでしょう。去年は条例の制定開派請求がやっぱり選択肢単位で出題されてます。はい、それからこっち、住民監査請求、住民訴訟。去年、久しぶりに住民訴訟が出てますけど。まあ、ここはもう、ね、えー、毎年出るって言ってもいいようなテーマだから。きちんと見ときたいよね。それから公の施設の利用権。 もういつも言いますが「公の施設」に振り仮名をつけるとしたら「公の施設」で「の」ってひらがなが入ってるけどさその「公の施設」の上に振り仮名をつけるとしたら「もう条例」ってつけるのね「もう公の施設」って書いてあったら「条例」と読むのもう何か分かんなくなったら「公の施設」のルールどこですか「条例です」って答えとけば基本的に正解なのよ。だかか、らそこは、あのー、なんか <laughs> 漢字の読みがなとしてね、公の施設って見たらもう条例だってことをパッと出てくるようにしとくだけでも結構答えが出せるものは多いです。はい、それから、というので条例規則だね、こっち。第6章の条例規則、ここも大事です、えー。昨年も出てます。2018年も出てますけど、でも大事かな。あとは関与ね、関与。関与など。 うん、特に法定主義やそれからあとはこの辺だな是正の要求是正の指示それからさらには大執行この辺ですか是正の要求是正の指示大執行この辺ね、えー、2016年にバタバタバタっと出てますねそれからそことの絡みでこれ国地方係争処理委員会この辺あの自治法のところは 分野がものすごく広いイメージがあるけれど実は出てるところは結構限られてたりするんですだからそこをまずしっかり勉強するっていうのがとても重要だと思ってください他は山かけちゃダメだししっかり全体を確認するっていうのはとても重要になりますあの一通り行政法が勉強終わって基礎知識習得期でもう一回ねその全体を見直していくなんていう場合には優先順位としては総論と事件訴訟法と自治法です。 総論とととと事件訴訟法法自治法をまず最初に見直すすべきです頭とお尻と真ん中って感じ。あの勉強するときにやっぱ総論はなんだかんだ言いながら理論的な話が多いので習得に時間がかかるだからできれば基礎知識習得期でしっかり時間かけて勉強してほしいそれから地方自治法は手が回らない回らないからできない人が多いだから早めにやっとくっていうのが大事。 それからなんだかんだ合否を分けてくるのは事件訴訟法です事件訴訟法も潰すこの頭とお尻と真ん中を潰すっていうのであの行政法の中で3つきちっと柱を立てるっていうのがこれがあ8月9月の半ばまでにできているとすごくいいですその後の次のランクに来るのが不服審査法なんですね。あの手続き法と国媒はできて当たり前なの手続き法と国媒はできることがもう最低限のマナーです あのそこ間違えているようではもうマナー違反だってそういう話になってしまうのであのそこはできることが当然ですで合否を分けてくるのが不服,審査法です不服審査法の出来不出来が意外と行政法全体の出来不出来に大きく影響してくるんです。 だからやっぱり不服審査法を間違える人は事件訴訟法も間違えるかもしれないから似てるところがあるんでねあの両方バタバタと落としちゃうっていう傾向も強いですから、まあ、その意味ではまずは総論自治法事件訴訟法っていうのが9月の終わりぐらいまでにはやはり知識の習得そして過去問とのリンク付けであるとか。 基本的な問題が解けるような状態をしっかり作っといてほしい目次を見た時にうん6割ぐらいはその論点が出てくるような状態はやはり9月の終わりぐらいまでにできてるのが一番望ましいですそこまでできてたら次は不服審査法を攻略するっていうちょっと順番をつけてやっていくそこも普通のテキストで出てくる順番をちょっと組み替えて試験的に重要なところから潰していくっていう戦略を練っていただいたら良いのではないかと思います。 まあ、そういう意味ではあ、ね、それをやりながらあとはローラー学習機のところですでにやったところも含めきっちり目次学習をしながらそれとほぼ同じ効果があるのがこの16点アップ道場だったりはしますからそういったものをうまく活用していただきながら全体の知識の抜けがないような状態をとにかく作るとやってなかったっていうところがないようにするっていうのはものすごく重要だというふうに思っていてください。 まあ16点アップ道場はね結構、あのー、合格した方が最後の10日間ぐらいでそれだけひたすら見てたっていうようなことを言う方がものすごく多かったりはしますので、まあ、それはある意味全論点をまんべんなくきちんとクエスチョン形式で見れるっていうのがあの大きなポイントにはなってると思います。だだからら勉強すすするるなななそそここののよ意識ははでででテキスストをただベターっと読むんではなくてクエスチョン形式で 答えられるかかどうかちょっと頭使いながら勉強するっていうのがとても重要になるのかなというところですね。さて一般知識なんですがまあ典型論点を押さえるとか何とか書いてありますけれどやはりあの今回の場合も一番の重要項目はここでしょうね。どちらかというと基礎知識習得期2からでいいと思う2からでいいと思うので。 この個人情報保護法行政機関個人情報保護法まで含めてね行政機関個人情報保護法まで含めてぜひ学習はしといてくださいそうだかけられる時間はだから後半から出てくるっていうのもあるから25時間ぐらいかな270時間でね25時間ぐらいっていうそういうような位置づけになるかと思います。 まあ政治経済社会とかは実際の何かそういう講座であるとか何かでちょっと各論点のことはお話しすることになっちゃうかもしれないけれどまず個人情報保護法のところはしっかり勉強するそれから文章理解ねあのここ3年分の過去の問題をぜひうんとまあ3問ずつね その十六年、十七年、十八年の問題を三問ずつ、だいたい一回十五分ぐらいで、ちょっとやってみるあの。文章理解が得意か苦手かわからない人は、まずはここ三年ぐらいの過去の問題を、一年分、十五分ぐらいで、三題あるから、三題をやってみる。であのその中で、九、まあ、問あるでしょ、九問あるから、三年分やってみて、九分の七以上の正解だったら。 9分の7以上できてるってことは結構文章理解得意かななとい話にはなると思いますあとはちょっと模擬試験とかであれってことがないかどうかの確認はしとくべきだけれどあんまりそんなに意識して対策しなくても今の文章理解の状態に合ってるってことになるのでまあいいのかな気をつけなきゃいけないのは3年やって9分の4問以下の正解だった人ね。9分のの問以下の正解ってことこにもしなってたら <laughs> これはあの結構文章理解苦手だねってことになりますのであのテクニックを学ぶってことは文章理解特訓講座などでこれはやってくださいもうここはあのテクニックを学んでいただいてそれをちょっと実践するってことがやらできないと、うん、本試験で全滅っていう恐ろしい状態になる危険性が高いですそういう人は。であの文章理解ができるようになると例えば法令科目の長文問題とか。 多肢選択の穴埋めとかにも好影響を与えるっていうのはありますので、いやその意味でも文章理解ね９分の７以上だったらもう余裕でいいです。ただ９分の４以下の人は絶対これはあ一度講座を受けてちゃんと勉強していただかないと本当にもう手遅れになる危険性が高いです。間の方はまあまあ任意で。 そこはあのまあまあ受けられるなら受けたらぐらいの話になるんだけれどまあまあそこはあの、ね、微妙な感じの点数なんであれですが、まあ、両極端なお二人の、ね、パターンをちょっと紹介しておきますあとは情報うんまあ,あの毎回紹介するけど国民のための情報セキュリティサイトっていうのはこれは総務省のところがやっているものだったりしますどうなんだろうね今年注目のデジタルワードって3つぐらいはあると思います 3つぐらいはあると思うまあそういうのはまたあと50日の過ごし方のところで具体的なね話はまたすることにしたいとは思うけれどまあせっかくだから今年注目の3つの IT ワードっていうのデジタルワードぐらいは言っときましょうかあのー、1つはあんまり聞いたことある方も少ないかもしれないけれど、まあ、ちょっとこれは口で言うより書いた方がいいのかな ね、そうじゃないと音だとどう書いていいか分かんない場合もありますもんね、まあ、注目のデジタルワード1個 HR テックっていうねヒューマンリソーステク,ノテクノロジーの略なんだそうですがあの人事とか採用とかそれから社員教育なんかにその IT の技術を使ってシステム化してやっていくと。 最適な人材を見つけるとか人事の評価なんかをまあ結構そういうサービスすでに始まっているようですが人事の評価などを AI を使ってやっていくみたいなそういうイメージのシステムを導入するあの外国人の雇用の幅が広がった時に最適な外国人をきちんとした能力検定を受かっている最適の外国人をきちっと採用するというところで注目されている2019年の注目 IT ワードなんだそうです。 それからもう一つがキャッシュレスですねこれはすごく身近だわねあの電子マネーみたいな話だからキャッシュレスはすごく身近な言葉ですよねそれから3番目がこれは5月に成立したデジタル手続き法です デジタル手続き法ということになりますか。まあ、このあたりがやはりあの注目デジタルワードってことになるのかな。あの5月に成立したのこういう法律があ行政手続きはうんマイナンバーカードとかとうまくリンクさせて、えー、なるべくデジタル上でまあ、オンライン上で終わるようにしていこうっていうそういう発想ですね。あのー、まあ一箇所で手続き取ればいくつも役所行かなくていいようにしようとかさ。 まあ例えば民間の手続きとの連動っていう意味では転入届出せばガスとか水道とか電気の契約も全部切り替えられるとかそういった民間企業とも連動して全て住民が便利にやれるようにデジタル技術を導入していこうっていうのをデジタル手続き法って言ったりすするんですまた口座の中とかで触れることがあると思うけどやたらカタカナ使う世界なんでね。 あのもう「ワンスオンリー」なんて言われてもよくわかんないんだけどあのまあまあ一回手続き取ったら全部が終わるようにっていうのも一回で終わるっていうんで「ワンスオンリー」って言ったりとか「デジタルファースト」って言ったりとかねそれから「コネクテッドワンストップ」っていうのであの、まあ、ワンストップで全部つなげるって民間の手続きと行政手続きを全部一回の手続きで終わらせるってさっきの,あの転入届出したらガスとか水道とか電気の手続きも全部切り替えられるっていうのがまさにコネクテッド ッワンストップって言われるようなものだったりするんですまあなんかあのこの辺りはまたあの一般知識発展アップ道場とかそういうとこを受ける方はその中でもお話しすることになるとは思いますけれどあのまあまあね注目のワードぐらいちょっと紹介しておこうかなということですね、まあ、あのまたあーこの辺りかな9月23日のあと50日の過ごし方とか発展アップ道場のところでいろいろなお話ができるのではないかと思います。 はい、それから、商法会社法のところですね、これね、商法総則証行為ね。 これはあの非常にコスパがいい科目だということをあちらこちらで言っておりますあのやったらやっただけ点になるんじゃないかってそんな感じです、えー、と今回だとこの辺に注目っていうのはせっかく項目表に入れてあるから、えー、30ページのところ見てみましょうよ <laughs> 最近だと 1>, 1番の「承人」は2017年に「商工以外年」っていう2番と含めて出てるんですね。であと「商法の適用」というのが16年に出てるんですけれどそれを踏まえるとここか「はい商業全般」「商業全般」です。それから7番「商業使用人」。 これとの対比で6番、あ8番あじゃない7番でなぜまた6番になってる8番だなこれ多分、あの代理賞はこれは8番だね、ごめんなさいね、これ、目次が間違ってるんですね、きっとね6番、7番ってまた6番にあの戻ってるっていうのはなんかよく分からない感じになってますからあの今、気がつきましたけど多分これ、8番の間違いですね。はい 代理省のところですかそれから、商行為通則って言われる31ページの上のところ、これが去年出てるんですね、ここが昨年出てます。で、今回、こちら、運送営業、特に陸上物品運送と、四角4番、戻って四角4番の。 匿名組合、この2つ。特命組合も以前本試験出てるような実績のあるテーマですしそれから運送営業はこれは100年ぶりぐらいに改正が今回行われているところです。 だからもう以前の明治時代のルールのままでだましだまし来たものをとうとう陸上物品運送とか海上空港航空化空を飛ばすやつとかに分けて商法は陸上の運送について高果品の特則であるとか危険品の申告であるとかいくつか新しいルールを入れてるんですだからここはちゃんと勉強しておいた方がいいかなと思います。商商法早速商工医は、まあ 勉強したところが出れば取れるようなレベルの問題しか、ここ5年ぐらい出てませんので、やはりその意味で今言ったところだけ。でもちゃんと見とくっていうのはあの有効なんじゃないかなって。あのちょっと意識して勉強しといていただくといいです。会社法まで行くとね。会社法まで行くと。まあ、あとは品質論点に絞ろうみたいな言い方をしていますね。品質論点に絞ろうよって言い方はしてますが。 そうねまあここ3年連続で出てるけどっていうなら設立だね設立ののとここころはやっぱりここ10年で7回ぐらい出てるのよだからもう打率7割ぐらいのものすごい高打率で出てきてるものなのでやっぱ勉強しといいて損はないです特にね今回は設立の手続き絡みのところをしっかりやっとくとすごくいいんじゃないかなっていうのはあ,ありますね。 それからあとはやっぱり取締役、取締役会代表取締役ってところです。あの取締役会代表取締役のところなどはあもしやる機会があるんだったらそういうところも注意して勉強しておくといいです。それからあの指名委員会設置会社とかそれから監査等委員会設置会社というのがあります。そうだ あのそうそう項目表で見た方が良かったかもしれないけど35ページ35ページの項目表の35ページの左欄の下の方に四角8番四角9番で指名委員会設置会社と監査等委員会設置会社が上がってるからこのあたりは実は16年に出ているんですけれど監査等委員会設置会社は新たに作られたパターンだったりするのでまたちょっと集中的に出てくる可能性は高いと思います。 だからその意味では重要度は高いそういうことになるのかな、まあ、あのもちろん全般的にベターっとやってもいいとは思うんだけどそこまで手が回らないようであれば今言ったようなテーマだけでも注意して意識して勉強していただくとそれはそれで見返りが大きいんじゃないかなというところはあると思いますよ。はい、それから意外と時間がもう迫ってきちゃってますが「もし活用」3つのポイントっていうのもその、ね、6ページの下に上げておきました。 まあ3つ上がってます。もしは本試験のようにとかというようなものやあ模擬試験中分からなかった選択肢あやふやな選択肢にマークをつけろとかそれからこれは去年から言い出したんだけど復習ではなくて不可臭だというような言い方もそこでお話をしたことがあるんですね。そのあたりの言葉は是非ちょっと知っといていただくといい。まずポイント1で、 あのもしは本試験のようにっていう話をしてるんですけれど要は徹底したシミュレーションをしなさいっていうそういう話なんですね徹底したシミュレーションもう基本から言うんであれば本番の試験ではまず水とかは持ち込めない模擬試験の会場持ち込んじゃだめよあの模擬試験だから持ち込んでよくて本番の試験で持ち込むなんていうことをやるのはそれはもう言語道断です。 だからあの本試験と同じ状態同じ環境で受けるっていうのは9月以降の公開模試などはそういった意識でやっていただかないと受ける意味がちょっと半減しちゃう。でも本試験と同じあの徹底して本試験と同じにやるなら開始30分前は何も見ないあの本番の試験開始30分前ぐらい、まあ、何も見れなくなっちゃうのでだから開始30分何も見ない。 でえー、それで本番に向かうっていうようなあとはあーそこまでプレッシャーがかからないのが例えば7月の半ばとか8月にある到達度確認模試みたいなものはそこまでのプレッシャーはないじゃないだったらその7月とか8月にある到達度確認模試みたいなところで解く順番を2回とも変えて どういうういいいい順番がかいいかなとシシミュレーションをやってみるとかどの科目にどのくらい時間かけたらいいのかっていうのをちょっと試してみるっていうのもあのいろいろなパターンがありますからご自分でちょっと試してみるといい解く順番なんかはこれって正解はないのであの順番通りやってもいいし、えー 行政手続き法あたりからやってもいいしいろんなパターンがあると思うんですそれはやはり到達度確認模試とかそういうところで実際に試してみないとわからないので試してみてちょっと検証してみるっていうことはやはりあの到達度確認模試なんかだとやりやすいのでやってみるといいと思います。あ,のあとね <laughs> 模擬試験大体9月以降の、まあ、到達度を除いた9月以降の模擬試験であれば56回ぐらいは受けるといいのかなレックだけで、まあ、3回ぐらいはありますからあとよその予備校さんも含めて合計で5回以上ぐらいは受けておくとやはり特に初めて受ける方とかはねあの実際3時間60問の,その中で何が起きるのかっていうのはある程度経験する回数は増やしておいた方がいいだろうっていうそういう話もありますね。 それからあの受けてる最中に分かんない選択肢あやふやな選択肢例えば分からないやつはクエスチョンマークつけとくとかあやふやだったら三角つけとくとか受けてる時からその後見直すことを意識して。 えー、受けておくっていうのは、まあ、これはちょっと本番の試験ではやらなくていいと思うけどあの公開模試の時はやっておくと後が楽よね後が楽ですどの選択肢の解説から見ればいいかなとかっていうところはやはりそのクエスチョンマークを選択肢の横に分かんなかったらつけとくあやふやだったら三角つけとくっていうのをちょっと実践しておくとそこから優先的に見返しができるじゃない。 だからあのそのやった後の見直しみたいなものも意識するならあのステップじゃなくてポイントの2のところに書いてあるこの話ねこれは是非実践していただくといいでしょうそれから、まあ、あの模擬試験受けるでしょう、まあ、その日のうちに1回そうやってマークつけといたところはザーッと解説をザーッと読んでみる。 大体いい合格した人が言ってるのは受けた後そのあとーっと解説は読むそこはまあその受けた日のうちもしくは次の日ぐらいにザーッと確認するもうざーっと確認するきああこういうことだったんだなって確認してそこからあとはやはりその自分ができなかったところあの正答率なんかも意識してね これコンピューターで診断結果が出てくるのであの正答率60%以上の問題で自分が間違えてるものっていうところの分野は自分の勉強計画の中でそこをやるときにその模擬試験の問題も引っ張り出して一緒に勉強するだからそういうのをあの不可修って。 読んででるの付け加えて勉強しなさいいそういう話です模擬試験の復習だけを1週間ひたすらやるっていうのはそれは一番やっちゃいけない勉強だから56回模擬試験受けろって言ってあの1個の模擬試験の復習に1週間かかったらそれで5週間かかることになるからねそんなことはとてもじゃないけど直前期にやってたらあの全部の勉強計画が崩壊しちゃうのであのやはりやるべきなのは自分の勉強計画が優先です。 で自分の勉強計画で自分である分野勉強するときにそこに該当する模擬試験の問題を持ってきて一緒に見るっていうことをやればいいのであくまで受け終わった日や翌日はざっと解説見るぐらいでいいですあとはどれをどこで見ることにしようかなっていう割り振りを決めるっていうそっちがあの優先だというふうに思っていただいたらいいかな模擬試験の復習だけひたすらやるっていうのはダメよ。 そこはもうとにかくあのこれだけ言ってもやる人がいるから絶対ああのもう一回9月の時に言うかもしれませんけれどでも自分の勉強計画をとにかく優先させるということを意識しておいてくださいまあ模試の活用のポイントっていうとこんな感じなんだよねあの到達度確認模試はいろいろ試せるからあのね一番いいのはちょっと10分遅刻していくとかね あの要は時間がない中でどのくらい自分が焦った時にどうなるんだろうっていうのも1回実地で経験しておくといいんですだったら10分ぐらい遅刻して入るとかあの10分時間通り入っても10分やらないとかね。 最初10分やらないでもう要は短い時間でやってみてどのくらい焦ることになるのかっていうのも経験するっていうのも大事だったりはしますまあまあ、あのー、この7月8月ぐらいには到達度確認模試以外にもよその予備校さんでもいろいろいくつかそういう趣旨のものはやるので本番とは違うけど一応3時間60問でみたいなのはあるのでどっかでそういうのも試してみてもいいと思いますね。いいいろろ試試試してみるるるとうことがでできのののは公開模模に入る前の模擬試験なので それも、まあ、1回か2回でもいいけどちょっと有効活用していただくといいだろうということもちょっとお話ししておきましょうかね。はいえー、とこちら最後はまあまあ,あの、ねえー、受けてみようかなと思っている方向けに一応こんなものもどんなことをやるのかなんていうのを簡単に書いたものもありますので、まあ、この辺りはぜひ読んでいただいて、えー、参考になればなというところではありますよね。 はいえー、というのでおっともう3時半になってしまいましたので、えー、最初マイクの調子が、ね、若干悪かったというのもあるからあと3分ぐらいしゃべっても平気かなと思ってますけれどあのまあまあ あの実際に本試験までいくつかこうやってタームを切ってその中で特に民法と行政法のところそうそうあの行政法の時間を言ったかどうかが覚えてないんだけど言ってないなあの行政法は民法と一緒ね行政法は民法と一緒よかった思い出してあの270時間で100時間というのは行政法も一緒ですそのぐらいは時間かけてくれって話になるということなんですね。まあ、あのやはりら、えー、かんだ言いながら合格を決めてくる まず土台を作るのがこの基礎知識習得期ということになりますがこの90日間でまずしっかり作った土台をもとに勝負をかけるのがローラー学習期ということになるのでまずこの90日間がものすごく大事です。 ここであのどれだけ時間をかけて特に民法行政法の土台をしっかり作れるかどうか先ほどお話ししたことをどれだけ実践できるかどうかここに全ての勝負の8割方がかかってくると思っててください。この土台がガチッと作れたら 実際にローラー学習期に入ってからの戦いはすごく楽になるのでこの土台をまずしっかり作るところを意識していただければいいのかなということだったりはするんですねまあ、最後のメッセージはご自分で、えー、後で読んでおいていただければいいのかなということではありますのではい、えー、というので 今回あと140日の過ごし方のところではまあまあ,あ実際はだからその90日のところで何をやるかっていうところをちょっとね力を入れてお話しさせていただきました、あのー、次回9月の23日あと50日の過ごし方っていうのがありますこちらでは実際の出題予想論点のお発表ということを中心に、えー、やりますのでまた今回とは全然また内容は違います。あのー、それぞれぞのテーマごとにこういうい論点が 出題の可能性が高いっていうようなテーマを直接上げるっていうような、ね、イベントを9月の23日に改めてまた渋谷駅前本校でやりますのでまた時間が合うようでしたら来ていただければということですねぜひ90日間しっかり頑張ってね90日経ったところの91日目があと50日の過ごし方になってますからだからそこの90日間でどれだけ頑張ったかなっていうのは9月23日の時に聞きますから。 そこでちゃんと頑張れているかどうかというところをやはり胸を張ってやってきましたと言える状態をまず作るようにこの90日間しっかり過ごしていただければなというふうに思っています、はい、それでは引き続きね学習頑張っていってください9月の23日にまたお会いしましょう本日は長い間ありがとうございました頑張ってください